はいどうも、伊藤 D でございます。今回はこちら、あのフジテレビで大人気のバラエティ番組、逃走中がなんとアプリゲームになったということで、こちらをね、今回プレイしてみたいと思います。プレイ自体はもちろん初めてなんですが、プレイ画面につきましては、某ガイアドラグーンという、実況者がいまして、そちらのね、プレイ動画を見て、これ面白そうだなと、やってみてえなと思って、自分も実況動画撮ろうと思って、今収録している次第でございます。早速ね、プレイしていきましょう。スタート。奇妙な噂が飛び交っていた。突然携帯電話に未来からの着信があるという噂だ。電話の相手は自分のことを西暦2900年の月面にある巨大企業クロノスのものと名乗るらしい。そしてそこではこう聞いてくるそうだ。逃走中という我々が開催しているゲームに参加しないかと。逃走中はクロノス社が用意したエリアで、ハンターと呼ばれるアンドロイドから制限時間逃げ続けるゲームらしい。そして逃げた時間に応じて賞金がもらえるゲームだという。変な噂、あなたもそう思っていた。ある日、あなた…ちくしょ、読めなかった、21世紀のあなた聞こえますか？こちらはクロノスエンターテインメント部エンジニアの有働玲奈です。今、西暦2900年の未来からあなたに逃走中への参加オファーの電話をかけています。逃走中を知ってる？それなら話が早いです。もちろん参加してくれますよね。早速あなたの情報を登録させてくださいね。5本では改めて逃走中に参加する挑戦者としてあなたの情報を登録します。まずは名前と出身地を登録してください。はい、まあここは無難に伊藤 D にしておきましょう。アルファベットで D、 あれ D、 OK で北海道ですね。はい、伊藤 D さんですね。よければ次へ。こちらね、自分、女でいきます安定の女でいきます。はい、次へ。さあね、ちょっとねプレイ画面見たんですけど、これ本当にあの逃走中と一緒、本当に一緒です。逃げてね、アンドロイドから逃げて、制限時間以内に逃げ切れば報酬を獲得できるというゲームです。内容で間違いなければ次へ。 OK、 さあ楽しみだ。ちょっとね本当にね見ててね、これねある意味俺ホラーゲームなんじゃないかと思うぐらい、ね、隠れながらこうなんだ、ハンターが来たらこうスッと隠れたり、いるなって遠くにいるなって分かったらちょっとね先回りして逃げたりとか、そんな感じでこう駆け引きも楽しそうだなと思って。それでは早速逃走中の世界を体験してもらいましょう。習うより慣れろというじゃないですか。ではスタートしますね。はい、これでね確かチュートリアルがスタートする感じでございます。お、こんなね 3D の街がちゃんとあるんですよ。はい、よくね凝ってるよねこの街並みも、細かい部分まで。結構金かかってるぞこれフジテレビ結構金かけたなこれ。はい、今から20秒後にハンターが放出される。できる限り遠くへ逃げろ。はい、それでは最初ですので私が操作方法ちょっと待って噛みすぎよしそれでは最初ですので私が操作方法を教えておきますね。まずは歩き方と視点の変更についてです。どうしたかな。佐川ちょっと待って、俺おかしい、今日の俺おかしい。左側をさ俺今佐川って読んじゃったけどさ、左側で移動ですね。右側で視点変更。はいやばい。タイマーと賞金、逃走中の残り時間と現在の賞金額、現在の賞金単価が表示されています。残り時間がゼロになるまで逃げ切ってください。はい、上にねタイマーがありますね。残り3分って書いてますね。アイテムの使用、矢印をタッチすると現在使用できるアイテムの一覧が表示されます。はい、使いたいアイテムを選んで装備してください。もう一度ボタンを押すとアイテムを使用します。アイテムは今ないのか。あ、これで逃げんだね。はい、よし、とにかく逃げ続けよう。あ、なんかこれボックスある。あ、関係ないのか、やべ。あ、ハンター放出。さあついにハンターが放出されました。普段は逃走者を探して動き出しますが、今はタイマーとハンターを一時的に停止しておきます。さてハンターに見つかったら必死に逃げるしかありません。というわけでダッシュを教えておきますね。アクションボタンとスタミナ、右下のボタンを押すとダッシュができると。で左上にある、ゲージがなくなってしまうとダッシュができないっていうことですね。ここら辺はちょっとプレイ動画を見て、勉強しております。じゃあこれをねボタンを押してみます。あれ、ダッシュは覚えましたか。スタミナに気をつけてくださいね。それでは次に、あ、ちょっと待って、ダッシュしてないアイテムボックス、エリアの中に1つアイテムボックスを設置しました。探し出して近くでアクションボタンを押してくださいね。これだね、これのことだね。あれ、こうこうこれでアクションボタン。あ、靴をゲットしました。ネオウィング、
リトルウィングの改良品、リトルウィングを知らないけどね、より軽く、より速くを追求した商品。はい。あ、これで、お、シューズを獲得しましたね。後ほど装備してみましょう。それでは次に隠れるを説明します。エリア内に隠れられる場所を用意しています。矢印の指す場所を探し出して近くでアクションボタンを押してください。さあどこだ、どこにあるかな、探してみよう。どこだ、あ、これだ。これが目印になってるんですよね。この下の地面になんかフワンフワンフワンってなってるところで、こういう風に路地裏に入っていくと、あ、ありました、ここですね。はい、こうやって入ることで隠れて、ハンターに見つからないようにすると。ですが、ここに残り時間のね、真ん中にタイマーがあって、これを過ぎてしまうと、強制的に出るしかないということですね。はい、ちょっとこれね、時間経てば多分強制的に出ることになるんで、ちょっとせっかちだね。さて続いて自首について説明しておきます。逃走中では自首用電話から自首することで本当みんなごめんね。本当にあの俺の声聞かなくていいから、ちょっと各々読んでね、各々説明文読んで。俺ちょっと今日のね滑舌特にひどいから、自首すれば賞金をその場で獲得できると。はい、自首用電話があります。近くでアクションボタンを押してくださいねと。ちょっとその前にね、これをゲージが、今あの下にあるゲージがゼロになるまで待ってみましょう。そしたら多分追い出されると思うんですよね。さあそろそろゲージがなくなって、あ、出されましたね。こんな感じでこの時間だけ、ハンターから身を隠すことができると、そういうね場所もありますという感じですね。さあどこだ、あれっていうかアクションどうやってやるんだ、あれ、あ、自動式か。でも全然遅い、全然ダッシュがクソ遅いんだけど。あ、ハンターいた、ハンターこれ今止まってる状態なんですよ。これほら、おい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 、ハンター、俺を捕まえれるもんなら捕まえてみろよ。お前は俺のなんだお前は俺を恨んでるわけないのに、なんで俺を追いかけていくんだ。まあいいや、はい、行きましょう。こんなねつまんないことはいいとして、ありました、自首用電話。これで、はい、ハンターに確保されると賞金アイテムを全て失ってしまいますから、時には自首することも逃走中のコツです。覚えておいてくださいね。それではいよいよタイマーとハンターを動かします。遠くに逃げてくださいねと。あ、来た。さあここから逃げないといけないと。ゲーム残り時間3分。はい、あ、ちょっと動けないはい、確保ですね、確保されてしまいました。コンティニューしますか、その場から、はい。で、ですがこれはね、なんかそう、ごめんなさい、ちょっと無茶でしたねと。これはね、絶対捕まってしまうフラグらしいんですよ。だけどあんな感じで、ね、主人公自分を見つけたら追っかけてきます、ダッシュで。だから本当に見つかんないように逃げ回る、これがポイントですね。今回は何回捕まっても無料でコンティニューできるようにしておりますと。諦めずに頑張ってください。本番の逃走中ではその場から再開するには1テラ必要になります。これいわゆるね、魔法石的な感じですね、多分。これも覚えておいてくださいと。ん？あれ？動けない。あれ？動けない。あ、動けた。はい。じゃあちょっとね、動きましょう。動き回って、今度からリアルにね、あ、やべ、始まった。ちょっと待って、待って、待てよ。もう動き出してるか。やばいやばい。逃げよう、逃げよう、逃げよう、逃げよう。隠れよう、隠れよう。でね、ゲーム残り時間左上、それがね、今2分33秒を回っております。この時間をね、逃げ切れば勝ちですね。賞金とアイテムゲット。あ、なんだ、なんか連絡、あ、上に高橋祐介が捕まった。残り1人、お、俺だけか。やばいやばいやばい、ちょっと待って、しかも袋小路だ、全然逃げる場所ね。ちょっと待って、やばいやばいやばい、逃げる場所ない、逃げる場所ない。ちょっと待って、待って、どこだどこだどこだ、あ、やべ、ハンターいる、遠くにハンターいる。やばい、先回りしたいとこ。でもこれあれだ、逃げる場所が限られちゃってんだ。これ絶対捕まるフラグか。ちょっと待って待って待って、 なるべく OK。 なに、あ、ハンター放出を阻止せよ欲しせよ。ミッション1、これね、テレビと一緒ですね。ミッションでハンターボックスを設置したと。ハンターが放出されるまで残り30秒でハンターが放出されるから、それを阻止してくれと。暗証番号はこの街の各所にある街頭ビジョンに表示した。挑戦するかどうかは君たちの自由だ。さあいよいよミッションをやってみましょう。ミッションをやるもやらないも逃走者の自由です。達成すると状況が有利になり、失敗すると不利になることが多いです。ミッション内容を確認するにはモバイルボタンをタッチしましょう。上のモバイルボタンタッチすると現在のエリアマップや生き残っている逃走者、発生中のミッション情報が確認できます。ステージを中断したりリタイアするときもここから選択してくださいね。はい、ちょっと見てみますか。あ、こんなにねマップがちゃんと出
出てくると。で今上にあるなんか黄色く光ってるところが街頭ビジョンかな。じゃあそこ行ってみますか。どうやって行くんだ。あ、わかったわかった、そういう感じね。じゃあ行ってみましょう。こう、あ、逆だ矢印ちゃんと。初めてのミッションですので特別にミッションアローを表示しますね。ミッション中にどこ行けばいいのかわからなくなったら矢印の方に進んでくださいね。はい、わかった、そっちの方に進んでみると。あ、あ、ハンターだ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 、危ない危ない危ない、ハンターいる、うわ、怖っ。まだまだ来るか、やべえ、駆け引き駆け引き、よし、行った行った行った、危ない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 。まあね、北のウォーリーと言われたね、伊藤リーのやっぱ力をちょっとここで見せるわ。よし、オッケー、うまくうまく巻いた。あ、あれ、ここから行けねえ。え、嘘嘘嘘嘘、ちょっと待って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 、ああああ、走ってきた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 、あああ、おーまだまだ、ああ、やばい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 、めっちゃ追いかけてるめっちゃ追いかけてきてる、あー、待って、捕まりたくないよ。うまく巻いた、うまく巻いた、うまく巻いたぞ、うまく巻いたぞ、うまく巻いた、今今ち今ち、早く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 、うまく巻いてるうまく巻いてる、捕まらずに、やばい、でも時間がない時間がない、早く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 、でもボックスがない、ちょっとこれハンター放出確定じゃね。あ、なんかいる、誰だ誰だ、わかんないけどさっき変な数字が映ってたぜ、693って数字が大きく表示されてたけど、なんかの CM？待って、どこだどこだ、それをどこでなんか入力すればいいんだ、どこだどこ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 、教えて教えて教えて先生。あー、ダメだ、30秒経っちゃった、あーあー、見つかった、ちょっとちょっと、やだ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 、逃げ切れ逃げ切れ逃げ切れ、あーあー、うまくここを巻いて、うまくここ、うまくここを使って、うまくここを使って、あ、にいなくなった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 、ちょっと待ってちょっと待って、うまく、あと14秒巻いて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 、くっそー、あー、惜しい、ちくしょーちくしょー、いや今逃げ切れると思ったのに、あー、もったいない。いや、これ本来はね、ここで捕まったら、1テラ払ってコンティニューしなくちゃいけないんですよ。あー、もっとね、せっかく今、あと2秒じゃん。あー、コンティニュー。ちくしょ。下のウォーリー、やられてしまいましたね、これは。あ、そのまま、そして終了。いやー、これはちょっとね、不甲斐ない戦いをしてしまったね。9000ルナ、ブロンズ獲得。ランキングポイント、ランキング上位を目指せと。はい。チュートリアルをクリアしたあなたに10テラプレゼントします。大切に使ってくださいね。はい。あー、ちょっと今、やっぱね、これ心臓に悪い。これね、ホラーだよ、ホラーゲーム。ホラーゲー、ホラーゲー。チュートリアルステージクリア、おめでとうございます。それでは最後に少しだけマイページの説明をさせていただきますね。先ほどのステージで手に入れたシューズを装備してみましょう。着替えるボタンをタッチして、シューズを変えてみてくださいね。これで全ての説明を終了します。もしわからないことがあったらよくある質問をしてみてくださいね。それでは逃走中の世界を思う存分楽しんでください。健闘を祈ります。はい、いやでも楽しい、やっぱりね、やっぱ見て楽しいと思ったけど、やってみてもっと楽しいと思った。これがね、より難易度が増えたり街が広くなったりするとよりね戦術が広がるし、その中の駆け引きね、ハンターとの駆け引き、これすごい楽しみです。さあやっていきましょう。これ何、タスクを起動中ってずっとなってるけど、ガチャが今引けんのかな、ガチャ引いて終わらしたいな。タスクを起動したままだけど、これ大丈夫、このままで全然変わらないんだけど、まあいっか、まあとりあえず今回ここまでにしとくか。このまま何も変わらないしね。よし、次回からよりね、多分、もっとボリュームも増えると思いますし、それこそねガチャを回してみたいなと思っております。はい、パート1以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回パート2もご視聴よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら、バイ。